聖書を拝読します。創世記一章一節です。はじめに神が天と地を創造した。アーメン。シャロム聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。イージェロク元老牧師の創世記公開6回目例の分に3回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会、司聖殿、全世界でインターネットで礼拝を捧げている生徒の皆さん、視聴者の皆さん、創世記公開6回目です。前回は霊と御霊の違いについて伝えました。霊は姿に焦点を当てるときにつけて、御霊は心に焦点を当てるときにつけると言いました。これを知った上で聖書を読めば理解が深まるでしょう。生徒の皆さん、今からは三位一体の神様の呼び名を一つずつ詳しく調べていきましょう。まず神の霊と神の御霊です。神は三位一体の神様を総合的に呼ぶ時の名前だと言いました。覚えていますね。そして霊は姿に焦点を当てた旧約時代の表現で、御霊は心に焦点を当てる新約時代の表現だと言いました。ここまでは理解できましたね。神様を心で感じられないなら、神様との関係はどうしても形式的な次元にとどまるでしょう。例えばある人が小さい時お父さんと別れたとしましょう。どころで20年経ってお父さんに会いました。ではこの人にはお父さんという存在がどう感じられるでしょうか。多分家族関係では父親だとしか感じないでしょう。自分にお父さんが必要だった時期にそばにいなかったので、お父さんの心もその愛情もよくわかりません。ただあの人は自分を産んだ人だと認識するだけなのです。反対に小さい頃からいつもお父さんに可愛がられて成長した人がいます。この人にとってお父さんは自分を産んだ人それ以上の存在です。お父さんといえばお父さんが自分に見せてくれた愛と献身が思い浮かび、その心が感じられるのです。このようにお父さんという同じ存在でも人によって心に訴える程度と愛情が違うこともあるのです。神様の御業を体験するとき、神の霊と表現するか神の御霊と表現するかの違いもこれと同じです。旧約時代のイスラエル人は神様を父と呼ぶことができなかったのです。その当時の人々にとって神様は人の生死家福を司る唯一の方でした。そして自分たちは唯一の神に選ばれた民だと思っていました。それで旧約時代には神の霊という表現を使いました。例えば創世記 1-2 に神の霊が道の上を動いていたとあります。これは三位一体の神様が水で覆われていた地球の上にご自身で降りてきて見回されたという意味です。また出エジプト 31-3 には主が天幕を建てる技術者のペチャルエルに神の霊を満たしたとあります。イスラエルの民でない異邦人も神様とはイスラエルの民が信じている神だくらいに知っているだけでした。それで創世記 41-38 でエジプトの王パロはヨセフのことを神の霊の宿っている人と言ったのです。このような旧約時代と違って新約時代には神の御霊という表現が使われました。ここで御霊とは
真理、善、愛など神様の心の属性を表していると言いました。新約時代の神の子供たちは神様の御業を体験するときこのような神様の心を感じます。例えばローマ8の9に、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですとあります。皆さんは肉の中にいますか？御霊の中にいますか？聖霊を受けたから御霊の中にいますね。だから御霊に従うのです。聖霊を受ければ神の子供とされて、以前の生活を全部やめて新しく作られたものになるのです。肉の思い、肉的なことを考えることをやめて新しく作られた神の子供として成長していくのです。ここで神の御霊がうちに住んでおられるとは、神様の心がその人のうちに望んでいるという意味です。つまり神様の属性である真理、善、愛がその人の心にも望んでいるということです。したがってこういう人は肉の中にではなく御霊の中にいるというのです。もちろん新約時代に人の心に来られた方は三位一体の神様のうち御霊の神様の分身である聖霊です。ところがあえて神の御霊と表現した理由は、単に神のような存在が私たちに望んだということだけを言おうとするのではないからです。私たちが聖霊を受けて神の子供とされるようにしてくださった神様の愛も感じさせるためです。したがってローマ8の14にも、神の御霊すなわち聖霊に導かれる人は誰でも神の子供ですとあるのです。皆さんは聖霊を受けていますね。聖霊に導かれているから神の子供ですね。神様の子供、神様の息子娘なのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。新約時代にイエス様を信じる人々のうちにおられて真理に導かれる方はもちろん聖霊です。どころが聖霊に導かれると言わずに神の御霊に導かれると表現した理由も同じです。一人一人が神の子供とされるまでに大いなる愛を施してくださった神様の心を表しているのです。また神様の心に似ていく人が本当に神の子供になれるという意味までこの御言葉に含まれているのです。一人の人が神の子供とされるまでは三位一体の神様が共に働かれます。すべてを司る方は父なる神様であり、イエス・キリストを信じることで罪許され、聖霊を受けてこそ死んでいた霊が生き返ります。このようにお人型の働きだけでなく三位一体の神様の総合的な働きによって神の子供になれるのです。それで神の御霊という表現が使われたのです。聖書に神の御霊という表現が出てくるときは、今説明した内容を覚えておくとその聖句がよく理解できるでしょう。生徒の皆さん、次に太字の主の霊について調べましょう。主とは御父の神様の呼び名で、私はあるという意味だと言いました。主の霊は御父の神様の分身を指す呼び名の一つです。御父の神様は旧約時代に自ら主体となって多くのことを成し遂げられました。分身として裁き司や預言者たちと共におられ、彼らの上に下って力と知恵も与えました。例えば詩式 3-10 に、主の霊が裁き司オテニールの上にあったので彼が戦いで勝った記述があります。詩式 14-6 には、
この時主の霊が激しく彼サムソンの家に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれ獅子を引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかったとあります。第一サムエル16-13には、預言者サムエルがダビデに油を注ぐと、主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったとあります。この他にも旧約のあちこちに主の霊が臨んだ記述があります。ところで、太字の主は旧約聖書だけにあると言ったことを覚えているでしょうか。また旧約時代には主に主の後に御霊ではなく霊をつけると言いました。したがって主の霊という表現がほとんどで、主の御霊という表現は2箇所だけです。ところで主の霊でも意味の違う聖句が第一列王22-24と第一歴代史18-23にあります。主の霊という表現が違う意味で使われたのです。この2つの説はどちらも偽預言者ゼデキヤについてです。当時北イスラエルは南ユダと連合してアラムと戦おうとしていました。この時ゼデキヤは主の御名を借りてその戦いの勝利を予言します。しかし神の誠の預言者ミカヤはゼデキヤの預言が偽りであることを明らかにします。偽りを言う霊が偽預言者たちに働いていると言いました。するとゼデキヤがミカヤの頬を殴りつけて、どの道を通って主の霊が私を離れていき、お前に語ったというのかと言ったのです。ゼデキヤは神の人でも本物の預言者でもないから、こんなふうに間違ったことを言っているのです。どの道を通って主の霊が私を離れていき、お前に語ったというのか。ここで主の霊という表現は、神様が使われたのではなく、偽預言者が使ったもので、意味が違います。新約聖書でも、イエス様は乙女マリアのことを母と呼んだことはありませんが、弟子たちは母という表現を使っていました。弟子たちが間違っていたのを言ったというのではなくて、彼らの立場ではそうするしかなかったのです。弟子たちが乙女マリアに女の方と呼ぶわけにはいかないでしょう。理解できますね。聖書を読んでみてください。私が言ったことが合っているかどうか。ここは神である主の姿に焦点を当てて主の霊と表現したのではありません。単に悪に属する霊ではない、神様に属する霊だという意味で主の霊と表現したのです。このように原則から外れている表現にも必ず理由があるのです。もう一つ例を挙げてみましょう。先ほど主の霊は御父の神様の分身を指す呼び名の一つだと言いました。御父の神様は旧約時代だけでなく新約時代にも分身として働いておられます。ある出来事の主体が御父の神様の分身であることを表そうとするときは主の霊と表現します。先ほどオテニエル、サムソン、ダビデに主の霊が望んだ霊を挙げました。そのように主の霊が望んだ記述は、彼らの家に下って強くしてくださった方が御父の神様の分身であることを強調しているのです。ところで同じように御父の神様の分身でも主の霊と表現しない場合もあります。他の呼び名で記されているのです。例えば出エジプト28-3の知恵の霊、イザヤ44の裁きの霊と焼き尽くす霊、第一ペテロ4-14の栄光の御霊、ヨハネの黙示録の神の七つの御霊です。この5つは皆御父の神様の分身を指しています。この時はその働きの主体が御父の神様であることを強調したのではなく、その働きをなさった御父の神様の属性を強調しているのです。
知恵、公義、栄光など御父の神様の属性を強調しているのです。こういう時は御父の神様の分身でも主の霊と表現しないのです。例えばどこに主眼を置くかによって一人の人についての呼び名もいろいろです。その人のアイデンティティを表す名前や肩書きがあるかと思えば、勝負員や業績を称える表現もあります。例えば、モーセは、イスラエルの民をエジプトから連れ出した指導者です。それで、イスラエルの出エジプトの指導者といえば、私たちは誰のことなのかわかります。ところで、モーセについて、神様は、私の前科を通じて忠実なもの、地上の誰にも勝って非常に謙遜であったと言われました。前科を通じて忠実なもの、地上の誰にも勝って非常に謙遜だった人といえば、あえてモーセの名前を挙げなくても誰のことかわかるでしょう。だからモーセは神様と口と口とで語り、神様の後ろを見ることができたのです。今日も同じです。旧約のモーセだけそうできるのではなくて、モーセのように前科を通じて忠実で非常に謙遜なら、神様と深く交わることも、見姿を見ることもできるのです。旧約のモーセにだけ限られている御言葉ではないのです。なぜモーセは神様と交わって御声も聞いて口と口とで語って神様の後ろまで見ることができたのか、その理由が聖書に書いてあるのです。聖書にモーセの他にはできないと書いているならともかく、モーセの後にも神様と深く交わる人が聖書にたくさん出てきたではありませんか。この時はモーセの内面、すなわち忠実さと謙遜さを強調しているのです。このように三位一体の神様にもそれぞれの固有の呼び方もあり、その属性と役割を強調した呼び名もあります。神である主の霊、太地の主の霊や太地ではない主の霊、主の御霊、聖霊は三位一体の神様の固有の呼び名です。しかしそれぞれの分身が働かれる時の役割や、ある神様の属性を強調する時は違う表現を使うのです。今からは御父の神様の属性を強調した呼び名を一つずつ調べてみましょう。まず出エジプト 28-3 の知恵の霊です。御父の神様がモーセに、あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない、彼を性別し私のために祭司の務めをさせるためであると仰せられました。ここで知恵の霊とは神様の属性の一つである知恵の心を意味します。したがって知恵の霊を満たした者たちとは、神様の属性の一つである知恵が心に与えられた人のことです。また出エジプト 36-1 に、ペチャルエルとオホリアブ及び聖書の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならないとあります。御父の神様が知恵の霊を満たしたとは、知恵を彼らに与えられたという意味です。このように御父の神様の属性のうち知恵に焦点を当てた時は知恵の霊というのです。ところでイザヤ 11-2 には、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるとあります。申命記 34-9 には、ヌンの子ヨセフは知恵の霊に満たされていた、モーセが彼の家にかつてその手を置いたからである、イスラエル人は彼に聞き従い主がモーセに命じられた通りに行ったとあります。
エリシャがエリアに最後までついていったら、エリアの霊の二つの分け前を受けられたように、モーセがヨシアに安守したら、ヨシアは知恵の霊に満たされました。神様に愛されて認められる主のしもべが安守したら、そのようになったのです。でも、モーセがいくら知恵の霊をくださいと祈っても、ヨシュアがふさわしい器でなければ受けられなかったでしょう。神様は受けられるような器の人にくださるのです。誰にでも安心してはいけないのです。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の家にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に従い、主がモーセに命じられた通りに行ったとあります。ここでの知恵の霊はちょっと意味が違います。ここでは知恵という属性役割を強調しているのではなく、神である主が知恵のもとであることを意識した表現です。ところで、新約時代の皆さんが神様に知恵を求めるなら、知恵の霊をくださいと言うべきでしょうか。知恵の御霊をくださいというのが合っているでしょう。もう皆さんは知ったから、これからは知恵の御霊をくださいと祈るでしょう。そしてイエス様の名前で祈りますではなくて、イエス・キリストの御名によってお祈りします、または私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りしますと祈るでしょう。皆さんが神様の働きをするとき、特に天の知恵が必要なら、知恵の御霊を注いでくださいと祈りますように。ややこしいなら、簡単に知恵と悟りをくださいと祈ってもいいです。すると父なる神様は、皆さんに知恵の御霊を与えて、当面の問題が簡単に解決できるようにしてくださいます。ヤコブ 1-5 に、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますとあります。ところで、誰でも知恵を求めるからといって、いつも答えを受けるのではありません。皆さん、知恵を受けたいでしょう。それは難しいでしょうか？子どもの皆さん、知恵を受けたいでしょう。なら、どうすればいいでしょうか？知恵をどうすれば受けられるでしょうか？ご両親の皆さん、子どもが知恵を受けて勉強ができてほしいでしょう。では知恵はどうすれば受けられるのでしょうか。上からの知恵を受けるためには、まず父なる神様の心に似なければなりません。それでヤコブ 3-17 に、しかし上からの知恵は第一に純真でありとあるのです。皆さんが清められて神様の心に似たほど、神様の心にある知恵の属性が皆さんの心にも臨みます。知恵の元である神様の心が、知恵の御霊として皆さんの中にも満たされるのです。このような上からの知恵は世の知恵とは違います。皆さん、自分に知恵があると思う人について聖書に何と書いてありますか？第一コリントに、神はこの世の知恵を愚かなものにされたとあります。自分に知恵があると思う人は愚かなものになってください。世の中の知恵は何の役にも立たないから、天から神様がくださる知恵を受けなければなりません。それが本物なのです。そうすれば世に打ち勝てるし、敵である悪魔を制圧することができるのです。世では物事をよくわきまえて知識をうまく活用していくとき、知恵があると言います。しかし神様が与える知恵は、頭から出てくる知恵ではなく、心から出てくる知恵です。
自分の知識を活用するそんな知恵ではなくて、心から出てくる知恵なのです。心におられる聖霊が教えてくださるのです。自分が持っている知識を持って、この時はこう、あの時はああと頭を使うのではありません。事業をする方々、長老の皆さんの中で、自分が考えて自分の知恵でするなら、その知恵の分だけはうまくいくかもしれませんが、神様がくださる知恵は受けられないのです。事業をしても神様がくださる知恵を受けてこそ、ミスしないでどんなことをしても栄えるし、完全に守られるのです。でも自分が考えて世の知恵でしたことは、最初はうまくいくようでも結果を見ると良くないのです。敵である悪魔サタンの仕業を受けて正道から外れるようになるからです。正道を歩んでいては損すると思うから、正道から外れてしまうのです。そうやってサタンの罠に陥ってしまうことがよくあります。でも神様がくださる知恵ですれば、サタンの罠にかかるはずもないし、仮に試練にあったとしても避ける道が開かれるのです。神様が守ってくださるのです。神様が共にいてくださるから、結果は良いし、勝利して祝福されるのです。時間が経ったら必ず祝福として帰ってくるのです。どんな状況に置かれても、どんなことにあっても、最も善で神様に喜ばれる方法が、心に自然に働きかけられる知恵です。心の悪を捨てて善の心になるほど、その都度どんなことでも最も良い方法がはっきり心に描かれます。私心が一切あってはいけません。欲もあってはいけないし、世を愛する心も徹底的に断ち切ってください。ただ主だけ、神様だけを第一に愛する人なら、御言葉通りに火のように祈るでしょうし、何としてでも清められて全く聖なるものとされようとするし、魂への愛も優れているでしょう。これが上からの知恵であり、父なる神様の心から出た知恵の御霊の働きです。聖徒の皆さん、イザヤ44に裁きの霊と焼き尽くす霊が出てきます。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清める時とあります。万物の主権者として、すべてを裁くことがおできになり、裁きの結果に従って懲罰を下す方は御父の神様です。詩編 9-7-8 に、しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁き行われるとあります。このように御父の神様は義によって全てを裁かれます。御父の神様の心にある属性のうち、特に公義の属性をもって使わされた分身が、裁きの霊と焼き尽くす霊です。裁きの霊があまね組み回して、公義の物差しで人の心と行いを測ります。また民族や国も測ります。それで個人や団体の悪行が御父の神様が定めた基準を超えると、焼き尽くす霊を使わして災いを下されます。天から直接火を下して焼き尽くしたり、戦争や飢饉や病気などの災いで裁きを断行させるのです。このような御業は聖書のあちこちに記されています。
例えば創世記 15-16 で神である主がアブラハムに、そして4代目の者たちがここカナンの地に戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであると仰せられました。これは将来イスラエルの民がエジプトから出てカナンの地に戻ってくることの予言です。4代目の者たちが戻ってきた時はエモリ人をはじめ7つの部族がその地に住んでいました。それでイスラエルの民がカナンの地を取り戻すためにはその地の住民を追い出すか滅ぼさなければなりません。ところでその地の住民が何の過ちもなく裁きを受けるのではありません。神様がイスラエルの民を選ばれたからといって異国の民を力づくで裁かれるのではありません。正確な公義によって裁かれるのです。神様が選ばれた民のためといって力づくで彼らを滅ぼして追い出してその地を奪ったのではないのです。神様は公義によってことをなさる方です。その時4代目の者たちが戻ってきた時になればその地の住民のトガが裁かれるしかない線に至ることを神様はあらかじめ知っておられました。その時に合わせて働いていかれるのです。時に合わせてアブラムを呼び、時に合わせて民をエジプトに行かせたのです。どのくらい時間がかかるかもご存知で、その間イスラエル人が増えることもご存知の上で、それに合わせてモーセを指導者として備えてくださったのです。その時になるとイスラエルの民を裁きの道具にされたのです。一方イスラエルの民にはカナンの地を与えるといったアブラムになさった誓いを果たされたのです。その約束を成就する時がまさにその時だから、それに合わせて働いてくださったのです。その時でなければなさらないのです。神様が公義を破ることはないから。モーセはこのような神様の御心と摂理をはっきり知っていました。それでカナンの地を目の前にしてイスラエルの民にこれを伝えました。申命記 9-4-5 に、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で私が正しいから主が私にこの地を愛させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。イスラエルの民が正しいからその地を与えるのではなくて、その地の住民が悪いから追い出してくださるということです。あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためであるとあります。では御父の神様はただ公義によってだけ裁かれる方でしょうか。ヨナ書を読むと公義をはるかに超える御父の神様の愛が感じられます。ヨナ 1-2 に、立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に戻ってきたからだとあります。彼らの悪が神様の前に登ってきたのです。ここでもニネベの悪が神様の前に登ってきたので滅びの裁きが宣言されています。御父の神様が裁きの霊を使わしてあまねく見渡された結果です。公義の物差しだけで見るならニネベはこのまま裁かれることになります。ところがヨナを通して裁きが差し迫っていることを知ったニネベの民はどうしたでしょうか。民はもちろん王と大臣たちまでも断食しながら主を呼んで罪を悔い改め悪い道から立ち返りました。言葉だけで悔い改めたのではなくて悪い道から立ち返ったのです。心から徹底的に悔い改めているのです。
本当に悔い改めたなら、自分が向かっていた悪い道から引き返して、神様が望んでおられる道に行くはずなのです。いくら申し訳ありませんと言って、和解の生贄を捧げても立ち返らなければ何の役にも立たないのです。獣も牛も羊にさえ断食させました。それでヨナ 3-12、神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。悪い道から立ち返ったのです。それをご覧になって、それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかったとあります。私たちの父なる神様は、このように公義をはるかに超える愛を見せられます。もしや患難や災いに遭った方がいるでしょうか。これ以上苦しみに遭いたくないなら、ニネベの人々のように神様の前に徹底的に低くなりますように。罪人の道に間違っていたとしても、速やかに立ち返り義人の道に入りますように。そのすべてをご覧になっておられる父なる神様が、これでよし、もはや懲らしめる理由がないと判断されるようにしなければなりません。反対に、私は罪を犯しても何の懲らしめもないという人がいるでしょうか。それは決して良いことではありません。すでに神様の子供ではないかもしれないからです。ヘブル 12-8 に、もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないとあります。世の親も、よその子供が何か悪いことをしてもそれに関わりません。このように、すでに神の子供でない人は、罪を犯しても神様がいちいち介入なさいません。もちろん、最後の裁きの時は各自の罪に応じて刑罰を受けることになります。罪を犯しても懲らしめがない、もう一つのケースは、懲らしめがないのではなく、懲らしめが近づいている時です。寛容を尽くされる父なる神様の愛のゆえ、懲らしめが本来の時点より遅くなっただけです。父なる神様は、子供たちを懲らしめる前に子供たちが自分で立ち返ることを望んでおられます。どの親が子供を懲らしめることを好むでしょうか。懲らしめられる子も痛いけれど、親もつらいです。だから親が懲らしめる前に子供が自ら立ち返るなら、この上なく良いことでしょう。しかし子供が自ら悔いる兆しが見えないなら、親は仕方なく叩くのです。親が本当に子供を愛しているなら、子供が過ちを犯しているのを見ながらもただ放っておくことはできないのです。私は罪を犯しても懲らしめがないという方は、懲らしめが望む前に自ら立ち返っておくれと思っておられる父なる神様の心を感じますように、またそれだけ懲らしめが目の前に近づいていることも悟らなければなりません。もうや懲らしめを遅らせることのできない抗議の時点に至れば、どんな懲らしめが望むのか分かりません。それほど前に寛容を尽くされる神様の愛が決して虚しくならないために、今すぐ立ち返るべきです。もしや闇の中にいるならば、今この時間から光の方に出てきますよ。主の御名によってお願いします。聞いたメッセージを思いながら祈りましょう。父なる神様、旧約時代に使われた一時の神様の分身の呼び名について学びました。そして神様の心の属性を表す御霊についても聞きました。そして神様についての呼び名を、どんな時どんな役割と属性を強調するとき、それぞれどんな意味で使われるのかについても聞きました。
道の神様の分身である知恵の霊についても聞きました。私たちも神様の心に似て、神様の心の属性である知恵の御霊が私たちの心にも望んで、さらに栄えることを信じます。罪と悪がはびこっている世の中で、私たちが神様が望んでおられる心に変えられて、清められて、罪から立ち返り、神様の本当の子供として、神様が望んでおられる天国、新しいエルサレムに行くようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イーゼラク元老牧師の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と施政殿、全世界の神の子供たちの家にも時空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など、具合の悪いところは皆、精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命ずる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌を患いを下がれ、光を望め、治らない病気、難病も精霊の火で焼き尽くして、完全に癒してください。マラリアなど、あらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイロゼなど、精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、必要、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢見つかりと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵を悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。
私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。